マノエリはずっとずっとオンパチビーキです。今夜はあなたとバレンタインナイト超絶。Let's take a music shower on Bay FM 78. Bay FM on Pachi, featuring Erina Mado. いやーどうしよう。どうしたらいいんだろう。もうマドエリがね、今ここにいてくれてるっていうだけでめっちゃ幸せ。こういうのを。超絶超絶超絶イエイ。ありがとう。はい、実は私がオンパチ DJ サナでーすね、はい、拍手がないんです。いつも BGM だったらあーなるんですけど、私の前ないんです。もういいんです、構わないんです。さあ、みんながその存在を求めているエンジェル、愛されるために生まれてきたエンジェル、今回もスーパーハードスケジュールの中スタジオに降臨。改めてご挨拶お願いします。皆さんこんばんは、マノエリナです。よろしくお願いします。お願いします。ダッシュですね。はい、ここからは、はい、マノエリとのオンパシデートタイム。はい、今夜も8時台丸ごと1時間マノエリにご出演いただきます。ありがとうございます。ちなみにですね、はい、木曜の今夜は番組2時間の放送となりますので、はい、マノエリの出演が終わった9時台も最後までお付き合いください。はい、9時台後半は今あなたが聞きたい J-POP リクエストをオンエア、超絶リクエストアワーです。あなたが今今日この瞬間聞きたい曲について、好きな理由、またその曲にまつわるエピソードも添えてリクエストしてください。今日はマノエリファン、ハロプロファンもたくさん聞いてくださっていると思います。はい、ぜひリクエストお待ちしております。はい、8位台にね、オンエアするマノエリの曲だってリクエスト熱意次第ではもうおかわり、もう結構でございます。ありがとうございます。そんな超絶リクエストアワーです。メールはオンパチアットマークベイフェムドットシーオードットジェーピー、オンパチアットマークベイフェムドットシーオードットジェーピーまで。はい、はい、マノエリお待たせしました。はい、一人にさせてごめんね。大丈夫です。もういろいろお知らせ終わりました。さあマノエリ、はい、現在は舞台木箱の会ギターを待ちながらやったぜホンダスペシャル真っ最中ですね。はい、でつい先日まではハロープロジェクト誕生15周年記念ライブでハロプロメンバーと全国でライブを行っていました。はい、で2月23日のマノエリのソロコンサートをもってハロープロジェクトを卒業となるため、2月3日の福岡がハロプロのイベント出演はラストだったんですね。はい、でも早速やっぱり感動的なシーンがあったみたいですか。はい、最終日に Next Myself を歌っていたんですけど、もともとみんな D メロで合唱してくれるんですけど、はい、今まで以上に皆さんの歌声が強くて、うん、しっかり歌わなきゃと思って泣かずにちゃんと歌い切りました。やっぱりグッときちゃいますよね。はい、なんかでもこの曲ってその歌詞の中にね、うん、みんなで歌ったとか、うん、新たな自分へとかっていう歌詞があるじゃないですか。はい、もうまさに今のその瞬間の出来事じゃないかな、はい、表してるんじゃないかなと思うんですが、はい、さあハロープロジェクトのマノエリとしてはオンパチも今夜がラストのご出演、はい、ということで、うん、もちろんやります。ラジオの前のマノフレ、マノフレンズの皆さんとマノエリとの交流タイム企画、はい、先週テーマを発表し、すでに携帯サイトでメッセージを募集しておりますが、はい、改めてお伝えしておきましょう。お願いします。本日の交流企画はこちら、もらった気になろうマノエリからのバレンタイン告白。気持ち悪いね。そんなことなんでですか。さあさあ、現在も女優アーティストとして大活躍のマノエリではありますが、ハロープロジェクト卒業後は間違いなく大女優の王道を突っ走ることが見えているマノちゃん。はい、今夜もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。バレンタインナイトにマノエリから言われたいバレンタイン告白のセリフやりまーす。で、マノエリと過ごせる超絶ハッピーなバレンタインナイトということで、はい、オンパチからこちらをまずは送らせていただきたいと思います。うん、感謝状、マノエリナ殿、はい、あなたはデビュー当日以来オンパチに合計21回の出演をしてくださった上、はい、こちらの企画に一度たりとも嫌な顔をせず
想像以上のパフォーマンスをしてくれたことを心より感謝し、今後もつきまとうことをここに誓います。覚悟してね。はい。そしてオンパチからのバレンタインチョコレート食べてね。うん。平成25年2月14日ベイ FM オンパチスタッフ一同、わあ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい賞状だ。はい。そして、うん、こちらからも、はい、はい、バレンタインのチョコです。チョコレートですか。はい、ありがとうございます。食べてください。いや嬉しい。ちなみにですね、そのバレンタインチョコレートなんですが、はい、天使の恋心という名前なんです。はい、キューピッド。そうなんです。うん、マヌエリキッタリですね。あ、そんな、我らのエンジェルですから。そんな、本当にね、こうやって感謝状ということで、あの、言ってますけど、本当に無理な企画をね、毎回毎回。いや、そんなことないですよ。毎回楽しんでやってます。うわさ、興奮したところでね、あの、私が興奮してもうざいんで、そんなそんな、一曲いきましょうか。マナエンジェルが降り立ったオンパチのスタジオはすでにこの曲のような感じです。はい、2月6日にリリースされたファーストベストアルバムベストフレンズから2009年リリースのフィフスシングル、マナエリ曲紹介お願いします。はい、聞いてください。ラブ&ピースパラダイス。お送りしたのはマナエリナちゃんが2月6日にリリースしたばかりのファーストベストアルバムベストフレンズからラブ&ピースパラダイスでした。はい、この曲にはどんな思い出がありますか？この曲はすごい覚えてるのが、うん、はい、レコーディングの時に最初なかなか声が出なかったんですよ、うんうん、なんですけど、うん、いきなり何かが降りてきて、そっからレコーディングがすっごいスムーズに進んだんです。でそれが何なのかは分かんないんですよ。自分でも分からないんだ。はい、そんなことってあるんですね。そうなんですよ。びっくりしました。なんかでもこの話すごい私としては意外なんですよね。本当ですか？もうあの最初からもうマノエリは何かを掴んで生まれた女の子っていう感じですから。全然ですよ。毎回ちょっとずつです。地道に。へえ。なんかでもこういうエピソードちょっと親近感がより湧きますね。ありがとうございます。はい、さて CM 挟んでは2月6日にリリースされたマノエリ初のベストアルバム、ベストフレンズについて詳しくお話伺っていきます。今日でトゥー。マノエリをお迎えしての超絶バレンタイン。サナがお送りしているベイ FM オンパチ、今夜のみんなとのオンパチデートのお相手はこの方、マノエリナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さて2月6日にリリースされたファーストベストアルバム、はい、ベストフレンズ、まず一言で表現するならばどんなアルバム？ハロープロジェクトのマノエリナの歴史が詰まった渾身の一枚。難しいですね、一言で表現って。いいえ、この一言で全てを表しています。大丈夫ですかね。表しております。、メジャーデビューからこれまでの全シングル13枚、 4A 面シングルを含む14曲と新曲3曲の合計17曲が収録されております。私もオンパチスタッフも楽曲を聴くと一曲一曲、うん、当時のね、この曲だったとか、やだ、声が若い乙女の祈り、当時の間乗りを思い出しちゃうんですが、やはり2009年3月18日にリリースされたデビューシングル、はい、乙女の祈りのインパクトは本当に相当なものがありましたね。はい、源氏物語ですからね、一言ね。え、どんな曲？センセーショナルですね、もう衝撃ね。マノエリも歌詞カードのところに全シングルにセルフライナーノーツとしてエピソードを入れてくれていて、乙女の祈りについては、はい、ハローでソロで弾き語りインパクト強かったですよねと触れておりますね、うん、はい、うん、この曲がリリースされた日はオンパチにとっても、はい、マノエリのファーストインパクトでした、はい、あの日のことは忘れないと、もう当時ね、はい、お招きしたスタッフがもう常々申しておりまして。ありがとうございます。そう、全てはあの日から始まったんですよね。そうなんですよ、オンパチのこのマノエリ続婚時代は。デビュー日に、ね、さ、今回事前アンケートでもしオンパチについて何か印象や思い出があったら教えてくださいと質問したら、はい、マノエリこう答えてくれました。はい、あのデビュー日にいただいたメッセージ入りのグラスをすごい宝物にしているんですけど、実は先日お家でカシスソーダを飲んだ時に使いました。完璧です。ちょっと大人っぽいグラスだったので、うん、あ、これは20歳超えてから家族でちょっとお酒をたしなむ時に使いたいなと思って取っておいたんです。
しいですよね。だってまだ18歳ですね。17、20日でした。若かったあの頃。嬉しいんですよね。だからこういう言葉がオンパチにはもうみんなこの一言でどんだけのスタッフがキュンって心を掴まれたことが、しかもまたカシスソーダっていうところももう完璧なんですよ。あなたは完璧なエンジェルなんです、自覚してください。さあさあ、そして初回生産限定版には DVD 特典として、はい、マノエリナシングルオーディオコメンタリーが収録されていて、実に77分、うん、はい、ミュージックビデオの撮影などの映像をバックに、はい、マノエリがたっぷり一曲一曲のエピソードを語ってくれていますね、はい、なんか中には意外なエピソードもあって、はい、2010年2月のシングル春の嵐の時はちょっとだけジェラシーも感じて、それがいい風に歌に反映されたって。そうですね、春の嵐はこう、あなたの目を見て分かったの、私を見つめていないことがっていうのが、はい、実際イベントで歌っていて、うん、研修生の子がバックダンサーをしてくれてたんですけど、はい、ファンの方でも、あれ目が合わないなっていうことがあったんですよ、うんうん、それでもうこっち向かせたいって思いながら歌ってました。研修生を見ないで魔のを見てっていうそのジェラシーを歌に反映させたんですね、はい、マノちゃんでもそんなジェラシーありますよ。あるんですね。こっち向いてよってすごい思います。それ聞けるだけでほんと幸せだわ。そして、新曲3曲もそれぞれマノエリの違った魅力が詰め込まれていますが、はい、全部大好き、これは今回収録されて嬉しかった曲なんですよね。そうなんですよ、うん、実は2年ほど前にいただいた曲で、うんうん、何曲か候補曲の中に入ってたんですけど、はい、その時は選ばれなくて、うん、で歌詞がすごい好きだし、イントロがオルゴールみたいで可愛いじゃないですか、うんうん、なのでずっと録音して声取ったのを自分は持っていたんですけど、うん、あ、これなんかファンの方にも届けたいなってずっと思っていたら今回入ったので、また歌詞がちょっと変わったんですけど、ちょっと大人の歌詞になりました。だからそうなんですね、はい、もうちょっと幼い歌詞だったんですけど、なんかでもこの歌詞もまた今のマノエリにぴったり。そうですね、なんか天気のいい日にこう緑の中を歩きながら聴きたくなります、うん、そうですね、私だからこの曲聴いて、はい、マノエリと弾かないでくださいね、マノエリと自分が木漏れ日の中でデートしてる妄想してる、ごめんね、アホだよ、本当にアホ。でもね、マノフレだったら絶対気持ち分かってくれると思うんだよね。だから今カミングアウトしたの。はい、嬉しいですよ、世界観に浸ってくださって。そうなんですよ、はい、すいません、ついそういったことにも使ってしまいました。今となっては反省しております。そんなこれからも想像してください。ありがとうございます。妄想させていただきます、はい、さあそしてアルバムラスト、はい、ボーナストラックとして収録されている練馬コーリング、はい、これは収録されていて本当に驚きました。いや、私もびっくりしました、うん、今回のこのベストアルバムの3曲新曲3曲最後に撮ったのがこの曲なんですけど、はい、舞台木箱の回でずっと歌っていて、はい、うんうん、みんなで歌っていたのが一人で全部歌うので、うん、ちょっと寂しさもありつつ、ラップは照れもありつつ。そうなんですよね、歌詞がすごい好きで、うん、昨日より明日より今がいいじゃんっていうのがすごい好きで、すごい力強いですよね、はい、歌い方もすごく力強くて。そうですね、うん、竹内徹さんに実際レコーディング撮っていただいて、ロックっぽくいこうぜって言われて、超ロックでした。超ロックだったし、ちょっと照れが隠れてますね。見え隠れしてます。そこがいいんです。さあ、その舞台の劇中歌というレアな作品ですので、はい、ぜひアルバムを手にして聴いていただきたいと思います、はい、それではここで2月6日にリリースされたファーストベストアルバムベストフレンズから新曲を紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい、この曲はどんな曲なんでしょうか。これは三浦先生に詩を書いていただいたんですけど、こんなにも今の私の心境が読み取られていることが逆に恥ずかしいくらいで、うん、だけど今の私のありのままが詰まってるので、まっすぐ届いたらいいなと思います。はい、それでは改めて曲紹介をお願いします。はい、聞いてください、みんなありがとう。お送りしたのはマノエリナちゃんが2月6日にリリースしたばかりのファーストベストアルバムベストフレンズからみんなありがとうでした。マノエリ、はい、グッとくる、本当にそうですね、これレコーディングしていて実際ちょっと
ほろっと来てしまいそうになりましたなんかマノエリからのメッセージっていう風に私はすごく受け取っちゃったんですよ、はい、この曲最後の部分がもう注目してほしいですね。これからは私が支えてあげたいっていうのを今まで支えられていただいたので、たくさんの方に先頭走っていけるように頑張ります。はい、さあオンパチ、この後パワープレイを挟んではマノちゃんとみんなとの交流タイムだ。イエイ。サナがお送りしているベイフェムオンパチ、今夜のみんなとのオンパチデートのお相手はこの方だ。イエイ。マノエリナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エンジェルさあ皆さんお待たせいたしました。はい、それではここからはマノフレのみんなとの交流企画、うん、今日のテーマはもらった気になろう、マノエリからのバレンタイン告白。はい、バレンタインナイトハロープロジェクトのマノエリナちゃんとしてはラストのオンパチ、はい、マノエリのこのセルフ企画、毎回無理言って申し訳ないと思いつつもその完璧以上のパフォーマンスに今回も甘えさせていただきます。頑張ります、はい、これがねマネティも思いのほか規制を緩くしてくださって、はい、本当にご協力いただきありがとうございますありがとうございま す。好きなんですよマネティも。こういうのマネティもそうなんですか。はい、妄想好きで笑顔で手振ってますけど外で今なんか聞いたところによるとマネティの中に小さい押さえるらしいですね実際だって応募したことありますからね。嘘。読んでほしいって言ってすごい考えて。ダメですよマネティは。マネティだから読まれるかなって言って一生懸命考えてました犠牲緩いっていうか自分にも優しいんですよあの方は多分一番のマノフレかもしれない。そうですね、本当にこれ普通だったら OK 出ないよみたいなものをね OK してくれるんですよねマネティは。まあもう本当にとにかく大量にメールをいただいておりますので、はい、もう今日は時間が許す限りいきたいと思います。それでは早速参りましょう。ラジオネーム 70% カカオさんからいただきました。これはですね、はい、リクエストがございまして、うん、ちょっと恥ずかしそうにでも思いっきりよくお願いします。あ、元気ないぞ発見。もしかしてこれがないから元気出ないんじゃないの。はい、お待たせ、私からのチョコレート元気者です。欲しいあのね、私も元気ないんです。チョコレートチョコレートまあでもクッキー、今年はクッキークッキー素晴らしい、ありがとうございます。いやもう、はい、どんどんいきますよお願いします。続いてはラジオネームモーリーさんからです。こちらシチュエーションがですね、公園のベンチでマノエリからもらったチョコを一口食べた時に言われたいということで、マノエリお願いします。どう、美味しい、あれ美味しくない、あーごめん調味料一つ忘れちゃった。はい、最後の隠し味チュッ。次の何これこれすごいですよ。私投げキッスとかも絶対しないんですよライブとかでも誰にも言わないでの最後に投げキッスの振りがあるんですけど、コンサート当日まで嫌がってましたでもここのカメラ見てやってくださいって言われてって言って本当恥ずかしいんです。その間の襟が隠し味のチューしてくれたよ2つ目でやるな。もうこれねすごいのがモーリーさんいっぱいねこれこの人出してくれてるのそんな中でもありがとうございます、はい、オンパチ一番のものをお出ししました。ありがとうございますさあ続いてです。ラジオネーム M25 さんからです。リクエストがあります。ムードのあるホテルのバーでこのセリフお願いします。今日はバレンタインだからチョコと私もあげる。あったねあーもう恥ずかしいマノエリ大人になったんですね。いや乙女の祈りから考えると私もあてげるですよわーどうですかマノエリ。これいやもう恥ずかしいから次行きましょうもうダメですよ私たちはじっくりやりたいですからね一個一個どうですかって聞いていきますからねお願いしますラジオネームスーパードラゴンさんからです。リクエストはちょっと怖そうにホラー風にお願いします。
そんなに手作りチョコ欲しいんだ。一つは私の愛情たっぷり、残りの9個は毒入りだけど食べるよね。わー、女優すごい今ねみんな食べるよねの時の間の入りの表情、私ちょっと今鼻水出ちゃったんだけど食べるよねの時の表情がすっごい怖かったの。これってでもこんなに可愛い子があの素の表情やれたらすごい怖いんだけど、でもすごい綺麗なんだね。いやー、そんな褒めないでください。やっぱ大女優は違うわ頑張ります、これから。うわ、すごい今ゾッとした、ゾッとした。今日だから大女優のね、間の入りもね、はい、見えますよね。続いてラジオネーム天然かっこ仮さんからです。はい、シチュエーション、仕事で失敗して落ち込んでいる後輩へ先輩 OL としての一言です。いつまでもくよくよしない、はい、このチョコ食べて元気者でいこう、そんな君が好きだぞ。うわー、好きって言っちゃった、好きって言っちゃった。名の入りの上からっていいですよね結構やっぱり可愛い系のイメージが多いじゃないですか、はい、その中で上からってなかなか、でも面白いですこういうの、うん、先輩役とかやってみたいです。あ、そうですよね、はい、今後年齢的にも OL さんとか、ね、そっか、出てくるんじゃないですか。スーツ着れるかな、ちゃんと超見てみたい。あの、個人的なリクエストなんですけど、はい、パンツスーツがいいっす。似合いますかねわかるわかるでしょもう超個人的なんだけど、うわ、着こなしたいです。やっぱりマノエルパンプスとか履いて、すごいいいですね。カツカツ慣れてみたいです。カツカツってね、はい、超見てみたい。でも今後ね、こういう役増えるんじゃないですかね。そうですね、お芝居ならでは楽しみ今から、はいラジオネーム水セッタさんからです。あー、もうほんとさ、ほんとねまあリクエスト、セクシーエリナ全開でお願いします。私と火遊びしませんか。あっちちちちちあっちちこれ無茶しちゃいけない、私まだ火遊び、あ、まさかこのワードが出るとはね。私にセクシーはまだ求めちゃいけないんですって。でもそんなことないですよ。いや、もうセクシーポーズやってくださいとかすごい言われるんですよ。でやったらいいものの、うん、みんなもなんか別に拍手が来るわけでもなくやらせたくせに私が事故ったみたいになってるじゃんみたいに。それで何やするの。そうなんですよ、誰それやらせるの。もうマノフレはみんなそうなんですよ。マノフレちょっとそれでこっちもみたいに、上司も1階の奥2階席みたいなおお結構求めますねこっちこっちって言われます。でやったらやったでみんなおおみたいな、なんだよそれでもそれって多分みんなね、素直になれないんだよねきっとね。それこそ恥ずかしくってもうなんかマジで来ちゃったから、どうやってリアクションしたらいいんだみたいな。そうであることを願います。小学生の男の子ですよみんな、ね、思春期さあ、続いてです。ラジオネームスターダスティさんからですリクエスト、あ、シチュエーションですね、うん、はい、気になっている先輩がまだ残業しているところにひょっこり現れて一言、優しい笑顔でお願いします。先輩、残業お疲れ様です。こんな時はこういうの聞き目あるんですよ、迷惑じゃなかったら受け取ってくださいね。はい、優しいこれでも現実感ありますね。これはありますね。ちょっと今回の中でこれが一番ありえそう。あ、本当？じゃあ、マノエリの中では今回の中でこれが一番、もしかしたら言いやすかったりとかします？普通、標準な感じじゃないですか。ただこれね、リクエストに優しい笑顔でお願いしますって書いてあるじゃないですか。はい。これ、あの、本当確かに優しい笑顔でした。でも、私しか楽しめないんですよ。何なの、スターダスティさんは。面白い。私しか見れないよって。ただ確かに優しい笑顔でした。じゃあ私の生写真見ながらもう一回聞いてほしいな。そうですね、そうです、そうです、ジャケット写真見たりとかね、生写真見たりとかしながら妄想力フル回転で、はい、聞いていただけたら面白
いやー、ということでいかがでしたか。いや楽しいですこれね。みんなも普段何を考えてるかが丸分かりなのでそう、なんかこう丸裸のみんながぶつかってくる感じすごい突進されましたねでもマナイルのやっぱりすごいところはそれを全部受け止めてくれるところ。笑顔でさってこう受け止めてさっと流す感じがはいはい、さすがナウで動いてます皆さんたくさんのご参加ありがとうございました、はい、そしてマナエリも本当にありがとうございました。ありがとうございます。以上もらった気になろうマナエリからのバレンタイン告白でした。それではここで2月6日にリリースされたファーストベストアルバムベストフレンズから1曲お届けしましょう、はい、昨年2012年2月にリリースされた11枚目のシングル、改めて曲紹介お願いします。はい、聞いてください、ドキドキベイビー。お送りしたのはマノエリナちゃんが2月6日にリリースしたばかりのファーストベストアルバムベストフレンズからドキドキベイビーでした。この曲、はい、マノエリにとってはどんな曲になりましたか。この曲は、うん、ライブで成長したなって思いました。すごい盛り上がるようになって、でこの大好きよって入る前に、うん、エリーナーガーっていうコールが入るようになったんですよ、気づいたら、そうなんです。だからなんか嬉しいんですけど、自分で大好きっていうのが恥ずかしくてちょっと照れてます今歌うときに。エリナが入ることによってなんかちょっと言いづらいな言いづらいでもみんなの愛ですからね。愛ですよ。じゃあなんかマノフレのみんなと一緒になんか完成した曲っていう感じですね。そうですね、楽しいです。うん、実はこの曲私にとってもちょっと特別でして、この曲で私初めて音パチであなたと出会ったの。私私が初めて天使にお会いしたシングルなんですありがとうございます。だからなんかこの曲聞くとすごい緊張して、はい、でもマノエリがすごいニコニコで入ってきてくれた時にあーめっちゃ可愛いと思ってちょっと緊張がほぐれたことをね思い出して、まだ私が音パチやり始めの頃だったんで。じゃあ私たちの出会いの曲ですね。キュー殺してくれ頼む、殺してくれちょっと自分で照れました。いや私も恥ずかしい。ちょっとまだ前のコーナー引きずってました今え、日休みのこと暑いなんか今日は本当キュンキュンしますねバレンタイン効果なんでしょうか、マノリ効果なんでしょうかね、はい、サナがお送りしているオンパチ、この後トラフィックアップデート CM を挟んではマノエリナちゃんとのトークラストパートとなります。よろしくお願いします。お願いします。ある意味ドキドキ DJ サナがお送りしているベイ FM オンパチ、バレンタインナイトの今夜はゲストに地上の最強エンジェルマノエリ、マノエリナちゃんを迎えしてお届けしております。よろしくお願いします。お願いしますなんて言っていたら、うん、はい、もうお別れの時間になってしまいます。早いですね。早い、もう超寂しいです。はい、超寂しいです。はい、あのちょっと不安なんでここでもう一回確認させてもらってもいいですか。はい、マノエリ、ハロープロジェクト卒業しても来てくれますよね。来たいです。いやーマノエリが来たいって言ったらそれは来るってことだよ。来たいですよ本当に。ありがとうございます。ということでマノエリ公認、オンパチしつこくどこまでも追っかけていきますよろしくお願いします。ありがとうございます。それではここでマノエリナちゃんのインフォメーション。はい、まずは2月6日にリリースされたファーストベストアルバムベストフレンズ、ぜひチェックしてください。はい、初回生産限定版には DVD 特典としてマノエリナシングルオーディオコメンタリーが収録されています。はい、初回版通常版ともに各シングルのマノエリナセルフライナーノーツがついています。はい、そして2月23日土曜日、中野サンプラザで2回公演行われるマノエリナメモリアルコンサート2013乙女レジェンド For the Best Friends をもってハロープロジェクト卒業となります。はい、今日を含めてあと10日ですね。いかがですか今の心境は。実感が全然ないんですけど、でもあんまり卒業って意識するとライブがちょっと空回りしそうなのでしっかりみんなと2時間楽しむんだって思いでやりたいと思います。はい、そしてその日初のフォトブック、はい、マノナノも発売されますね。はい、こちらは一体どんな内容になっているんでしょうか。これは新しいですね。
今まで見れなかった表情だったりとか、衣装とかもすごいこう個性的なファッションをしていたり、ウィッグをかぶって二つ結びだったりとか、ポップな感じもあり大人っぽさもあり、そうなんですよ。え、絶対ゲットしなきゃじゃないですか。ぜひ。詩も入っているので、そこも読んで、その詩の世界観と写真を照らし合わせて見てほしいなって思います。わ、すごい贅沢なものですねそれ。はい、あ、絶対ゲットします。見てください、ぜひ。はい、全ての最新情報はマノエリのオフィシャルブログ、気まぐれデイズ、オフィシャルツイッターなどでご確認ください。はい、ではハロープロジェクト卒業後の野望を教えてください。海外の映画祭に行きたいです。おーこれっていうことは、もちろん自分が出演した作品が選ばれたらすごく嬉しいんですけど、自分が出てなくてもその映画祭を見に行きたいなと思って、何日間か滞在していろんなその作品を、ノミネート作品を見たりとか、監督のこう話してるとこを聞いたりとかっていうのをしてみたいですね。あ、直接行って自分の肌で感じたいっていう、これはでももうつまり女優マノエリナとして邁進するっていう。頑張ります。じゃあ超個人的な夢といえば何でしょうか。母親とヨーロッパに旅行に行きたいです。あー素敵ですね。はい、もう狙ってる国とか、チェコに行きたいんですよ。チェコ、はい。なんでまたチェコなんですか。チェコの街並みがすっごい可愛いんですよ。本当にこうなんですか、おとぎ話の世界に入ったような街並みで、そこをなんか母親と二人でいろいろ話しながら歩きたいなって。あ、でもこういうこと言うと、こうやってラジオ聞いてるお父さんとかが怒るので、パパはじゃあ家族で温泉旅行行こうって言ってます。お父さんは温泉旅行、まあ、温泉旅行行っても結局温泉は別だからあんまり意味ないんですけど。ちょっと待って、お父さんが可愛すぎる。かといって一緒に温泉入ってと思いない。これはなんか複雑だな。でも公私ともに充実の予感ですね。はい、頑張ります。さあ、それでは本当にお別れの時間なんですが、はい、改めてオンパチリスナーの皆さんにメッセージいただけますか。はい、そうですね、デビュー日から今日までこう聞いてくださったり、たくさんのメールくださった皆さん、本当にどうもありがとうございます。卒業するんですけども、でも卒業しても私自身は変わらないので、これから本当にマノエリナとしてしっかり頑張っていくので、これからも見守っててください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後に、この季節にぴったりなこのナンバー聞きながらお別れしましょう。2月6日にリリースされた初のベストアルバム、ベストフレンズから最新シングルでもあるこのナンバー、ご紹介ください。聞いてください、ネクストマイセルフ。ベイ FM オンパチ、今夜のゲストは私たちのエンジェル、マノエリナちゃんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。また絶対遊びに来てくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。